はい、マスカラムレです。あ、間違ってた。始まってますよ。本番始まってますよ。マスカラムレです。なんでさっき郵便屋さんがせっかく強い人たち集めたんだから環境予想してた方がいいよみたいな言ってた。した方がいいよって言ってたんで、じゃあなんか環境予想しましょう。現行のね、現行のね、HCL スタンダードレギュレーション環境予想。ちなみに僕はエクストラ応募して落ちました。当選しました。うおースタン、エクストラスタン。とりあえずあの経歴の方はあの下りは、じゃあ最初のやつもう一回使いましょう。あの下り、経歴の方はじゃあ今から動画流します。はい、2017年チャンピオンズリーグ優勝、日本代表としてアナハイムで行われた世界大会に出場しましたドラドラさんです。よろしくお願いします。そしてその次の年、2018年のチャンピオンズリーグで準優勝、日本代表としてナッシュビルで行われた世界大会に出場した高橋誠一さんです。でさらに高橋さんは2013年に開かれた BW 時代に開催されたバトルカーニバルで優勝して、日本代表としてバンクーバーにも行っております。今日はお二方お越しいただきありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。はい、はい、高橋さん、あのスタン落ちました。スタン落ちた。あスタン落ちしたみたいなね。はい、じゃあなんか適当に話しますか。はい、何が強いと思います？ザッザッすぎるだろ。何でしょう別に。東壁のファイターがね、また発売されて環境変わると思いますけれども、注目してる新ロックアウトとかありますでしょうか。はい、応援ワイフォン、応援ワイフォンじゃなんだっけ。応援ワイフォン、いつも一緒に名前忘れちゃった。なんだっけ、ヤマミコーンだって三振で絶対強いでしょ。だって対策カードとか入れなきゃいけないでしょ。さ、対策のカードっていうか、そういう動きの対策のさらになんかやらなきゃいけないじゃん。対策もクソもないけどね、私。出さないようにする、トラッシュに置かないようにするみたいな。でも、ああいうカードが入っても結局は GX 技を切った三振を返しに倒せることがやっぱ、あそうね、重要になってくるんで。ありがとう。言うたら、まあ、あれは強い動きをもっと強くするカードであってね、デッキを回したりするカードとかないんで、うん、セオリー通りに対処すればいいかなぐらい。なんならさ、だってあの、ヤマビコ本か、ヤマビコ本、あのテキストってターゲットホイッスル、ターゲットホイッスルと一緒やん。でもさ、ターゲットホイッスルさ、じゃあ会った時に、あの当時のスタンでね、あのカードめちゃくちゃ意識したかって言ったら、別にそんなことないじゃん。いや、ブラドロでしとったよ。あ、じゃあそれの話した方がいいよ。特製のブラッディアイで GX とかをね、復活させて引っ張ってくるのね。でそういうのが、あの時のパズルなんかで平たしたら何回も飛んでくるみたいな。あ、はいはい、あ確かにパズル兄貴だったのかもしれない。そのピン釣りでも強かったカードっていうのは。で今回 の, あ, のあれはサーチ手段もないし、サーチ手段オクタン持ってくれるよ、オクタン。あ、そう。連撃でしか使えないけど、サーチ手段もないし、トラッシュからあの拾う方法もないんで、で、デデンデやら、あの博士の研究であのどんどん切っていく環境だから、うん、あっちとしてもタイミングよくね、まあそうだね、タイミングはね、三振側としても使用は、あのタイミングよく使用できるカードじゃないと思うんでね、はいはいはい、序盤のなんか数ターン、最初のなんか3ターン目ぐらいまでトラッシュに切らんかったら、なんとかなるんじゃねえかなみたいな。ああ、なるほどね。どうですか？投げつけ猿が出て、レリキュラーをした今日からって、ね、めちゃくちゃ強いあれ。投げつけさせて、それで、そのあのデッキのミュウの採用を 2枚もあるんじゃないかなと。あ、確かに確かに、ね、うんうん、関係まだ本当わからんんですけど、どんだけ入るか、レリキュラーですが、コートオールならミュウ2枚も全然入るんじゃないかなとは。日本代表になった人たちですら、ね、わからんなって言ってんだったら、もうわからんくてよくない。それはダメ、適当すぎ、終わりやん。プレミアで各自頑張ってくれって感じじゃん。そうだってそうじゃん、当たり運とね。確かにね、当たり運ね、当たり運ね。うん、デッキレシピはあのネット上に氾濫してるんで、みんなで持ってるデッキは強いわけ、うん、そう、みんな強いデッキ持ってるわけ。そうそうそう、で持ってるデッキはみんな強いけど、それをあの自分のものにあのするかどうかだね。あ、そうね、そうね、うん、ちゃんと手になじませるってことが重要だから。 その環境対策とかそんなん考える前に、自分のそのデッキを手になじませることをしようってことだ。そうだね、8戦とか10戦とかするわけ。その中であのガンジコ以外の対戦の結果を全てあの白星にしたよね。あ、はい、まあ今 の, かんあのカードプールやと絶対に何回かやったらもう1回はガンジコするわけ。あ、そう。それあの以外の、まあ、そこそこ平均以上の必要できてる試合をあのいかにこぼさないか。はいはいはい、
だね。めちゃくちゃいいこと言った。ちなみに高橋さんは世界大会に臨まれるときにどういう心持ちでというか、どういう気持ちで言ったんですか。高橋さんそれ今めちゃくちゃ面白い。高橋さん、どういう気持ちなんですか、絶対行けるときは。対戦前はなんか、ね、得を積もうと思って、いいことをして。あとパックですね、パックむいた。パックむいた。パックむいた。お伏せをね、しっかりと。UR を引いたら、あ、今日は行ける気がするっつって。そっちで、そう、もうそういうのもちょっとまあ占いみたいな運試しがあるけど、得積んだらちょっとプレー以外にちょっと頑張ったかな。頑張った。そのアドバイスがどこまで有用かは分からないですけど、皆さん得を積みましょう。ちなみに高橋さんさ、準優勝した時のデッキってどんくらい前から用意したデッキだったの？当日の朝に友達からカード借りて。当日の朝？朝に。え、バンクーバー行った時の2013年は？その前日にモンスターハンドしながら。そういうこと？炎上するぞお前。これは流せ。いらない、これダメだったら勝つよ。絶対採用だ。絶対採用。当日の朝と前日モンスターしながらクソ面白いやろ。モンハンモンハンしながら。モンハンしながら。あの配信センターが見とると、カードの。そう、オビキストカードが。何もかも。だから、おこいつ滑りじゃん、みたいな感じで。打ってて勝ってるから。適当やつも。ミナさん試合です。それだけで適応力があったんだ。そうそう、だからやっぱ自力が違う。相手からしたらたまったもんじゃないけど。自力が違うよ、チャンピオンは。まあ、実力があったからこそ知らなくても適宜対応できる。ユーヤンキー。司会者としてのスキルを生かさないと。せっかくなので、日本チャンピオンに輝いたお二人から、今この動画を見ている ICL に臨むキッズたちに、キッズたちに、いや、当たるかもしれないけど、デデン TV キッズたち、デデン TV キッズたち、電動に興味ある子たちばっかりかもしれない。ぜひ、応援のメッセージというか、アドバイスを。応援のメッセージ、アドバイスでもいいですよ、お一言ずつ。なんなら敵だからね、スタンド。そうだね。何握らせようか、スタートデッキ500円そのまま握っていった方がいい。最高だよ。まああの下手なベタ読みするぐらいだったらマイフェイバリットデッキでいった方がいいと思います。実際めっちゃ、マジでデッキパワーをね、あの落とすような変なカードを積むよりはもう純正のね、特にこの剣盾の環境ってあの序盤のね数ターンで結構決まるんで、まあ変な対策カードを積むよりは序盤に動けるカードをね厚く積んだ方がいいかもしれないです。なるほど、はい、あんまりメタに走らずに。そうね、あのね、サーチ手段もそんなないから、なんかピン先とか増やすように汎用カードをね、なんか3とか4にした方が使い慣れた手に馴染む汎用カードをしっかりと使って。どうですか高橋さん。僕逆にピン積み派なんですけど。放送するから。いやいや、だからこれ見て高橋さん派になるかドラゴラーさん派になるかは、これはもうあなた次第っていうことで。じゃあ真っ白なのはさ、コルニとかでいろいろ持ってこれたやつ。確かにコルニで持ってこれたやつがよく言うわ。あれはピン差しできるから。いや、もうダークレイの時も言ってピン差し結構多くて、あの前日やっぱなんかいいことをしてればその日にトップで解決するんですよ。だから、いい子にしとけば、日頃の行いがね、うそうよね、ピン積みが抱えるよと。そうそう、ピン積み、切り札、ピン積みはもう。当日、運をいかんなく発揮できるように、とこ積みましょうというね。運を積みましょう。ありがたいアドバイスです。で、まあ今、CL 受かった人たちに向けてのメッセージじゃないですか。僕はね、CL 落ちた人たちにメッセージがあるんですよ。せっかくポケモンカードやってきて、でも落ちちゃったからモチベ下がるわとかじゃなくてね、ぜひぜひポケモンカード大会が全てじゃないから、まあこれ電動レギュレーションしてるからそういう風に言えるんだけど、友達と、まあ、大会ないけどポケモンカード楽しもうねっていう気持ちは僕は大事だと思います。おー、中日くんへのメッセージはいいですか。中日くんは未だにポケモンやってるから。でもね、俺ね、シティリーグでさ、中学の同級生と再会したんだ。だからね、お前ポケカやってたんだ。そう、いや、まだやってたんだ。だから中日くんにもきっと会えるかもしれない。会えるよ。だったら俺、受からなきゃいけなかったよ。そうね、落ちてるからね。サイドイベントがないのがね、ちょっと寂しい。そうだね、そうだね。会場に選手以外のね、応援にも行けないからね。大変からね、開催してくれるだけでありがたい。すごいからな、ほんとに。CL ランチの日の夜にね、あのここリーグピリオドでね、あの僕電動レギュレーションのイベント開いてるんで、もしよかったら来てください。ここでここでね、ここで夜11時から。まあでも愛知に強豪が集う日ですから。そうね、その日ですから、せっかくなので愛知をね満喫していただいて。夜に持ったらね、もうちょい早めた方がいいんじゃない。だから俺は受かる気でいたからさ。あ、そう、受かって朝行って会場で、朝から会場で行って、もうなんなら優勝する気でいたから。優勝して最後まで出て、最後ここに来て電動レギュレーション。
高橋さん、僕ら落ちたんで、もう買います？もう買います？ここでやろう。ここでやろう。ここでやろう。23時から。23時から。やりましょう。アイスボーン。アイスボーン。またモンハンはどの世代が一番みたいな話。モンハンプレゼンバトル。僕はセカンド G ですけど。モンハンやってこなかったね。ドスで、ドス。ドス、ドス。ドスは一番やりづらかった。世代的には、その、出てきた中では。ちなみに俺ね、任天堂がめちゃくちゃ好きで、モンハンみんながやってた時、俺ソーマブリンがやってたんだけど、ソーマブリンがわかる。なんかね、そう、あの任天堂から出てるそのモンハンみたいなソフトで、ソーマブリンがってソフトがあるの。パクリだよ、感じ。パクリ？いや、パクリじゃない。パクリじゃないけど、なんか本当にそういうモンスターを倒して宝箱出して、そっからなんかアイテム出すみたいな。っていうやつがあって、俺はねずっとソーマブリンがやってたんだけど、まあこれは話はじゃあいいな。お疲れ様でした。だってこんな感じだもん。待ってこない全然わかんない。ソーマブリンが、そう、俺はね任天堂めちゃくちゃ好きな。それ周りにやってるやついた？いや俺しかいなかった。みんなモンハンやってた、俺だけ固くなりソーマブリンがやってた。はい、うん、まあ画像載せときます。はい。ということで、はい、じゃあ一回します。いい、一緒にいいかなこれ。何にも関係ないですけど、僕なんで言うか。いいねと思ったら高評価いいよ。いいねと思ったら高評価、悪いね普通ねと思ったら低評価をよろしくお願いします。他のチャンネルでも、今回はドラゴラーさんと高橋さんね、どっちも日本チャンピオンなんで、日本代表選手なんでね、まだ他のチャンネルも見ていってください。ではではまたね。今日はゲストにお二方呼びました。まず2017年バトルカーニバル準優勝、間違えた、優勝だ。バトルカーニバル、バトルカーニバル。はい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 、まずまずか、まず、はい、編集点ちゃおいおい、じゃあ俺がこちら編集点ください。編集点を俺がちょっと静かに言うから待ってください。2017年チャンピオンズリーグ優勝、日本代表としてアナハイムで行われた世界大会に出場しましたドラゴラーさんです。はじめまして。よろしくお願いします。それいらん。そしてそしてその次の年、2018年のチャンピオンズリーグで準優勝。2018年はどっちだ。どっちだ。ナッシュビルか。日本代表としてナッシュビルで行われた世界大会に出場した高橋誠一さんです。いらん。でさらに、そうでさらに高橋さんは2013年に開かれた BW 時代に開催されたバトルカーニバルで優勝してめっちゃ焦いてる。バンクーバー、バンクーバー、そう優勝して日本代表としてバンクーバーにも行っております。今日はお二方お越しいただき、今日はお二方お越しいただきありがとうございます。どうもありがとうございます。